こんにちは、モニカです。今回はイエス様の地上での人生で起こった出来事のうちの一つ、姦通の女の話をします。イエス様の例え話と同じように、いろいろな機会に少しずつ出来事を紹介していこうと思っています。姦通の女の話はヨハネによる福音書8章に登場します。どんな話かというと、ファリサイ派の人々がイエス様のところに一人の女性を連れてきました。そして、先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますかと言いました。この女性が何をしたか聖書には詳しく書かれていませんが、もしかしたら不倫をしていたかもしれないし、売春をしていたのかもしれません。実はファリサイ派の人々がこの女性をイエス様のところに連れてきたのは、イエス様を試して訴える口実を得るためでした。もしイエス様がその女性を殺せとおっしゃったら、イエス様は冷酷な人ということになってしまいます。そしてもし逆に殺してはいけないとおっしゃったら、イエス様は姦淫してはいけないという決まりに反対する人ということになってしまいます。どちらの答えであっても、イエス様にとって不利な結果になるように考えたわけです。イエス様は質問に答えることなく、ただ鏡込み、指で地面に何か書き始められました。ここで何を書いていたかは聖書には書いてありません。私はそこにいた人々の罪を書いていたという説を聞いたことがありますが、本当は何だったのかわかりません。人々はそれでもしつこく問い続けるので、イエス様は身を起こして言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。すると、これを聞いた人は、年長者から始まって一人ずつ去っていきました。そして最後にイエス様と女性だけが残りました。イエス様は、夫人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのかと言われました。女性が主よ誰もと言うと、イエス様は、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと言われました。イエス様は、姦通の罪が大したことないから、どうでもいいから許されたのではありません。好き放題、悪いことをしてもいいから許されたのでもありません。その罪は重いし、してはいけないことなのですが、イエス様は神様です。神はどんな人間も滅ぼしたくありません。すべての人間を救いたいのです。だから、どんな罪を犯した人にもやり直しのチャンスを与えて、悔い改めれば許されて救われます。だから、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないとおっしゃったのです。これからは姦通の罪を犯さずに正しい生き方をして救われてねということです。人間は生きていれば必ず神に反抗する、つまり罪を犯していることがあります。神はそういう人間を殺したい、滅ぼしたいではなく、やり直してほしい、救いたいと思っています。これは余談ですが、罪を犯しながら許された女ということから、この姦通の女とマグダラのマリアが同一人物だとされることがあります。マグダラのマリアが登場する映画には、よく姦通の女のシーンが使われますけれども、聖書にそう書かれているわけではなく、教義として姦通の女とマグダラのマリアが同一人物とされているわけでもありません。次回は聖母マリアとアベマリアの祈りの話です。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。